やっほーサウナです。今日はなんだっけ、スライム、スライムで遊んでいきたいと思います、うん、イエーイ。これ、はい、わさびか、ね、開けまーす、うん、からわさび、はい、わさびか、うん、でわさびね、で、紫色、わさびは紫だよね、だから開けます。おとぷち、おとぷち、さてわさびスライムですもう見て、ちゃんとわさびの、開けまーす、じゃあダメ編集が大変になる、うん、うわ見て出てきた、垂らそう垂らそう、ちょっと待って、垂らせるかやってみる、うん、ね、もっとやってたい、いいよ、ちょっと待ってね、うん、うわすごい、さあ水だ、水ポロンってするよ、わざと浴びてきてくれる、ね、見てて、すぐ置いてきてくれるんだけど、あ、全部出た、あー、おー、すぐ降りてきてくれる、あれ、ここが出ないよ、出てちょうだい、もう一回、水でポタンって感じ、ね、ちょっとこれさ、大きくなれるじゃん、こうやってやったら、ん、大きくなれるじゃん、普通こうやって、うん、でもうわこれさ、スライムみ、あ、スライムみたいじゃないわ、これスライムだ、スクイーズみたい、え、スクイーズって、スクイーズ、プニプニするおもちゃ、へぇ、はあ、あ、ポチプチ、ん、違う、それ作ったやつ、それポップイット、ポップイットねえ、見てうちあ、あれ見た、カメのさ、ちょっと吸ってみます、なんだっけ、カメの甲羅、うん、カメ、カメ、マイキーじゃない、 YouTube に載ってる、なんかめっちゃ面白い、あれこれ入んないじゃん、何だっけ、これ補足した方がいいのか、なんだっけ、あ、そうだ、水だから補足できない、これなんだっけ、出てきた、もうおしまいの時間ですか、うん、あとこれ入れたら終わりかな、お、次はね、ちょっとすごいっていうか時間がかかるやつ、伸びて、ここから伸びるかこの辺見ててね、垂れてくるよあ、影が面白い、あれ、ついた、ついた、ついてもわあ、音プチはできないよ、音フェチね、フェチ、音フェチができない、音プチができない、お、吸えた吸えた、これいいよ、え、なんか水のスライムでもわーってね、さっきのはね、ブニっていう感じだけど、これトロッとしたやつだよね、うん、なんかスベスベした、うん、なんか水みたいなプルプルしたやつ、こんな酔う、弱っちゃいそうみたいな、ここまで行くかあっ、もう
うシュウマイの時間ですか？うん、だからこれ入れてからって言ってるじゃないですか。入れたからおしまいですか？うん、もうだからこれ入れてからって言ってるじゃないですか。入れたからおしまいですか？うん、もうシュウマイの時間か。うん、ねえねえが家で終わるまで遊んでていいよ。はい。あ、これ細い。くれる先っぽ、先っぽ違う、こっちの先っぽ、スライムの先っぽ、スライムのここ、ねえねえが持ってるところ、ありがとう。ちょっと持っててもらう。まだ？うん。ああ！ああ、せっかく伸びたのに。あ。危ない、何してるの？だから近づけてって言ったじゃん。うん。うわ、すごい、見て。僕今ね、4歳です。4歳ですか。うん。4歳のすみれ組です。鈴木が丘幼稚園。これ、あの人も見てほしいね。あの人って誰でしょう？知らない。正解は鈴木つむぎくんと純平くん。これ YouTube には載せられないからね。なんで？人の名前とか勝手に載せちゃダメだし、どこの幼稚園ですとかさ、そうやって分かったらさ、悪い人が来てさ、もしかしたらレオくんをナイフでさ、あの、やってさ、レオくんが死んじゃうかもしれないんだよ。嫌だから顔とかも映してないんだよ。うわ、これで音プチできる。音プチじゃないってば。音プチ。ちょっと。じゃあ、半分こ、半分こ。半分こ。これじゃあ、これできないよ。できる。やりたい。うん、だから早く片付けようって。ちょっと待って、順番順番だってば。細いのやります。ドライローだ。細いですよ。あ、細いですよ。あの、他のところに飛ばさないようにね。はい。あ。スライムが来たらどうするんだ。うわ、ちょっと見て、すごい出てきた。ちょっとでもやめてやめて。やめてってば、押さないでよ。押すんだよ。信じられない。ああ、ちょっと。
とごめんなさい。引っ張らないでね、あの方も。ちょっと貸して。ねえ、作れなくなるよ。ちょっとごめんなさい。引っ張らないでね、あの方も。ちょっと貸して。ねえ、作れなくなるよ。これでいっか。うん。オッケーです。グッドバイ。終わりました。じゃあこの箱に入れときましょう。じゃあ次は何か。